長く綺麗に整って楽しむっていうような楽しみ方ができると思います。ちょっと涼しげな要素を入れ込むことによって夏から秋のつながりというようなねイメージが出せるんじゃないかなと思います。こんにちは。埼玉県にある園芸店サニベルのまむろみどりです。今回のテーマはセロシアを使った秋の寄せ植えになります。私は園芸店の店長をしています。たくさんの寄せ植えを作ってお花の素敵さとか見せ方っていうのも発信している中で、この秋どの寄せ植えから作りたいかっていうところで一番最初にやっぱりセロシアっていうのがあります。比較的簡単に作れますのでぜひ最後までご覧になってください。今回の動画では秋を先取りしてお花を楽しみたいという方、そして初心者でも素敵な寄せ植えを作りたいという方、そしてお花の配色そして配置などを知りたいという方、こういった方に向けてセロシアを使って素敵な寄せ植えを作っていきたいと思いますので最後までご覧になってください。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方そして園芸情報を発信しています。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。早速お花のご紹介です。こちらセロシアですね。今回の主役になるお花です。セロシアっていうのは日本語で言うとケイトウです。トサカの感じのうねうねっとしたところがそのように見えるからという感じですけれども、比較的セロシアという名前で流通していたりします。セロシアは一年草です。寒さには強くないので霜が降りる頃まで長く楽しめるっていうような楽しみ方になります。でこちらはセロシアホットトピックっていうシリーズからゴールデンっていう色ですね。すごく黄色に深みが出てくるような感じで、これからの秋にでも映える色なんじゃないかなと思います。そちらをね2株使います。そしてこちらカラーリーフですけれども、こちらはアルテルナンテラマーブルクイーンですね。今はすごくこじんまりとしてますけれども、生育旺盛で比較的横だったり縦に伸びたりするような姿勢がいいものです。マーブルクイーンの中でいろいろと種類もあるんですけども、比較的こちらは銅葉といって濃い紫のシリーズになります。そしてこちら同じような色合いですけれども、こちらは赤葉千日紅ですね。こちらの葉っぱの銅葉がこの秋には本当欠かせない、とても引き立つ品の出る素敵な植物になります。こちらもアルテルナンテラ、寒さを受けて枯れてくるっていうところなので、秋を楽しむカラーリーフの一つにね入ってきます。そして最後にこちらロニセラホワイトマジックです。どちらかというとすっきりとした斑の入った若干黄色っぽさがあるような感じですけれども、もうちょっと寒くなってくるともしかすると斑の色がもうちょっと白っぽくなるかもしれないですね。ロニセラは地域にもよりますけれども、マイナス 2-3 度ぐらいまででしたら耐えて寒さにも比較的強いお仲間に入ってきます。比較的低木に入りますけれども、ブッシュって言ってふわっとお庭にも植えられるようなものなので、寄せ植えの後もリーフとして使える植物になります。今回使っていく鉢ですね、じゃん、分かりづらいかもしれないんですけど、真っ白ではなくてクリームがかったような粉が吹いているような感じのテイストのものです。重さが比較的しっかりとあって安定して置くことができます。大きさ的には内寸で20センチ、そして深さが18センチという水抜け穴もねしっかりと開いているもの、そして水はけを良くするための鉢底石を必ず使っていきます。今回使っていく土ですけれども、もちろん緑の土を使います。緑の土は水はけも良くて水持ちもいい、そして保肥力でしっかりと栄養素を加えて植物に供給してくれるという初心者の方が失敗しにくいという土になっています。ない方は草花用培養土に赤玉の小粒を 2-3 割もしくは 3-4 割ぐらい多めに入れて水はけを良くするような形でやっていくといいと思います。配置のポイントですけれども、主役の毛糸を真ん中に持ってきます。そしてこちら赤葉千日紅、背が高いのでもちろん後ろの方なんですけれども、後ろの真ん中っていう感じに置きます。そしてちょっと様子を見ながらですけれども、このロニセラとアルテルナンテラを手前の方に足元に配置をしていくっていうような感じで作っていきたいと思います。それでは早速植え付けをしていきたいと思いますけれども、いろいろと注意点もあるので合わせて進めていきたいと思います。まず今回使う植物の中で根を崩していけないものがあります。それがこちらの主役となるセロシアですね、ケイトウです。こちらは秋で暑い日もあるから気をつけていくっていうところもありますけれども、根本的には根をあまり崩さないで植えるっていうのがポイントになります。調子を崩してしまうのでセロシアだけ気をつけていきます。ではまず土をね先に入れます。だいたい半分ぐらい入って
ったかなっていうところで高さを見たいと思います。今回ねセロシアこれ 2.5 ロングポットって言って直径が 7.5 センチっていうね細身のポットなのですごく寄せ植えには使いやすくて嬉しいなっていうところなんですけど、ちょうど株元が縁よりもちょっと下になるような高さですね。高さが決まったのでここで緩効性の化成肥料を入れていきたいと思います。はい、今回使うのはマイガーデンですね。元肥用です。だいたい今回これ7号鉢サイズと考えていいと思うので、それによると 12g ちょいぐらいが入りました。こちらいつも使っているハンドフォークなんですけど、サイズがちょっと大きいのが出ました。若干ちょっと長いんです。場合によっては作業効率がとても高くなるので大きい方がたくさん耕せるっていうところとか、サニベルではそろそろ発売でここにサニベルの刻印がされますので気になる方はチェックしてみてください。またインスタグラムとかで販売のお知らせとかをねしたいと思います。植え付けの時のポイントなんですけれども、まだまだ暑さ厳しい時もあるだろうっていうところもあって、活力液に1回つけて植え付けるっていうところで根の活着をさらに良くしたりとか、あと免疫力を高める丈夫な株作りに欠かせない一工程っていうところでやっていきたいと思います。こちらですね、ロニセラを株分けをすることができます。やっぱり活力液の中でやった方が根の負担がね軽減されるのでいいかなと思います。まずはセロシアですね、ポットから外していきます。繊細な綺麗な根が出てますね。崩さないでこのまま植えたいと思いますが、この表面のホコリだったり古い肥料の残りだったりっていうのを払い落としておきます。そして株元ですね、こういった一番下の葉っぱ、これ変色しているのは古くなってきている葉っぱっていうことですね。風通しを良くするために一回り取っておきます。セロシアは特に蒸れすぎてしまうと病気を発生しやすかったりしますので、ここはね特に気をつけてちょっと古めの葉っぱなどを取ってで風通しを良くしておくことは必ずしといた方がねいいですね。もう一つ同じように上だけ綺麗に払い落として周りの葉っぱを取ります。風通しをね良くしましょう。はい、こんな感じでできました。そしたらこちらまず活力液につけていきたいと思います。これってどのぐらいつけた方がいいんですかとかっていうのありますけど、ひとまずはチャポンとつけるぐらいで大丈夫です。こんな感じですね。セロシアはこの一つの鉢にセロシアだけ植えたとしても綺麗に配置ができるようにここで向きを整えておきます。背が高いのがここにピョンと立ってると全体を見た時にバランスが悪くなるので、なんとなく背が高いのを真ん中みたいにしてちょっと調節をしてみてください。そして主役を植えた次にこちらですね、赤葉千日紅です。やっぱりこちら目立つものなので先にね位置を決めた方がいいですね。根をほぐすのは本当はこの活力液の中でやるといいんですけど、見えなくなってしまうので根をほぐしていきたいと思います。あと肩の土ですね、これもこの活力液の中でこの作業をやるとよりいいかなっていうところです。そして周りの葉っぱも混み合っているところは株元をすっきりさせておきます。ここに1本とこっちに1本2株植わってます。広げてさっきこうなっていたのがちょっとこんな風にして動かせるようにしておきます。分けることでこの赤葉千日紅を広範囲に使うことができます。まとめて1箇所で使う場合と、これはゆくゆくの馴染み感を考えてこちらを広げてこういう感じで使いたいと思います。ちょうど背がピヨンって伸びてる方を後ろの方に持ってきてバランスをねここで取りたいなと思います。細かいバランスはまた後ほどしたいと思います。アルテルナンテラです。細かい根が回っていますけど、これも少し取ります。こちらも同じ 2.5 ロングというねポットのサイズなので、ちっちゃくてとても寄せ植えには使いやすいかなっていう。これも2株刺さってるけど、これはこのまま使いたいと思います。アルテルナンテラはさっきご紹介したように威勢がとてもいいです。今こじんまりとしてますけど結構わっと広がります。広がったら広がった分だけカットして大丈夫です。また次々と新芽がね出てきます。根をブチブチ切るのではなくて引っ張り出すような感じでこんな風にねほぐせればいいと思いますけど、これも活力液の中でやるといいと思います。お水につけちゃうと分からなくなっちゃうので今は地上部でやってます。肩の土もねちょっと取ります。初めからぐさっとやるのではなくて根を少しずつ取ると比較的やりやすくスルッとできます。はい、これで使っていきたいと思いますけど、一株を2箇所に使うっていう、株を分けたいと思います。お水の中でやると根を極力あまり切らないように分けれることができます。この2株をこの横に入れたいと思います。外に出るようなイメージで枝の向きをね整えていただければと思うんですけど、今回後ろの方に少し見えたら素敵かなっていうところがあるので後ろの方に足していきたいと思います。
こういう感じですね。この毛糸の後ろ側ですね。赤羽千日紅を中心にして4箇所ロニセラが入る感じです。配置の仕上げとして、まずは全体的なバランスを一歩下がって見てみるとよくわかると思います。ポイントとしては寄せ植えなので、お花たちが共存しているような雰囲気っていうのはとても素敵に見えたりします。その一環として、下に垂れ下がるものが全部垂れ下がるっていうよりかは、少し外に出る部分と内側に入る部分っていうのをちょっと絡ませられるような角度にしてあげます。そして後ろの方も、後ろから見るわけではないんですけれども、外側に出る部分と内側に入っていく部分っていう向きを少しこう整えてあげると、植物がこれからちょっと成長してきた時に絡まりやすくなります。あとはここの縁のところに目線を持ってきて、どれか株が沈んでいないか、沈んでいないかっていう基準は、株元がどれか一つ潜っていないかっていうのをよく確認した上で、全部の株の、ね、高さを一緒にします。で、大丈夫だなと思ったら土を足していきます。土は株と株の間にサラサラサラっと入れていきます。今配置した株をあまり動かさないように、丁寧にちょっと左右に動かしながら、ツツキ棒で穴を開けていくと、また下の方に土が沈んでくれるので、また足りないところを足していきます。すべての隙間に土が入った時点で、正面からちょっと見てもらって、もう一度このバランスが崩れてないかなっていうのを確認しながら、また2回目土を入れていきます。真ん中にも隙間があるので、ここもね足していきます。同じような動作を 2,3 回繰り返すっていうような感じで、全体的に土を足していけると思います。出来上がりました。今回の主役はセロシアなんですけれども、こちらセロシアのゴールデンっていうこの色と、あとは銅葉の黄色と紫の2色の配色っていうところで、そこから色を少し広げていったという感じです。広げたっていうのは色の濃さを広げたっていう意味なんですけれども、黄色のこのお花に対してロニセラの穂の入り方が今はちょっと白っぽかったり黄色っぽかったりするので、そこで調和をとっています。そしてこの赤羽千日紅の赤いリーフっていうのが、アルテルナンテラの葉っぱと同調してるっていうところと、色的にはこのセロシアの茎の色がやっぱりそれにとても似ているっていうところで、かなり調和の取れた色のバランスは計算されたっていう感じになります。秋始まりの寄せ植えっていうのは、まだ夏のような気候もあったりするので、いきなりぐっと秋っぽくっていうよりかは、ちょっと涼しげな要素を入れ込むことによって、夏から秋のつながりというようなね、イメージが出せるんじゃないかなと思います。先ほども言ったように威勢がいいものとしては、この赤羽千日紅も結構上にどん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 伸びて背が高くなっていきます。そしてアルテルナンテラもよく伸びてくるので、伸びた時点で全体のバランスを見ながら切ってみてください。切る位置っていうのはどこで切っても大丈夫です。根元からバッサリいかなければ大丈夫です。赤羽千日紅もそうですね。ちょっと伸びてきて長すぎるなっていうところを、この節と節の間バッツンって切るのではなくて、どこで切ったかわからないような感じでさりげなく切るみたいなね、そういうような切り方をするといいと思います。そしてセロシアの楽しみ方でちょっと注意点というかポイントとしては、こちら坂のようなものがこれから大きくなってきます。そうすると重くってこのお花が垂れてしまうこともあったりしますので、まずは今ちょっと背が高く出てるピョンピョンとしたこういったものが大きくなってきた時点で、一回ハサミを入れて新しく芽が出てきてますよね。こういうところでこの上の部分を摘み取るっていうことをすると、下から出てきているこういうお花とかがまた上に上がってきて、次々と出てくるっていうよりかは、長く綺麗に整って楽しむっていうような楽しみ方ができると思います。管理方法になりますけれども、セロシアは日当たりを好みます。そして赤羽千日紅とかロニセラもアルテルナンテラもやはり日光を好む植物になりますので、日当たりがなるべくいいところで管理してみてください。そして植え付け直後は活浴液の入ったお水でたっぷりと下からねちゃんと出るほどお水をあげてください。そしてまだ真夏のような暑さがある日もあります。植え付け直後っていうのは1週間ぐらいはあまり1日中炎天下ではなくて、ちょっと明るい木陰に置いておくと、しっかりとね根が活着してくるのでいいかなと思います。今回元肥を規定量入っていますので、しばらくは期待肥料とかはいりません。で、あげたいなっていう場合は10日に1回ぐらい、もしくは1週間に1回っていう感じで期待肥料をあげるといいと思います。こちらお花終わった後ですけれども、今回はたまたまというかロニセラを4箇所に植えてあるので、ロニセラ以外は温度で枯れてしまいますが、そのまま枯れたものを取り除けばロニセラだけの素敵な単品のポットが仕上がりますので、ロニセラを楽しむっていう感じ
じにしてもいいですし、ブルニセラだけを違うものに使ったりっていうのもできますので、そちらは使い方は自由に楽しんでみてください。いかがでしたでしょうか。夏もね、そろそろ終わりっていうところで秋が見えてきました。こんな時に気をつけて植えると花も楽しめるし、雰囲気も秋につなげるっていう感じで素敵な一鉢ができると思います。ぜひ今回のね、このセロシアの寄せ植え作りたくなったという方はグッドボタンで教えてください。今回ご紹介した道具などは概要欄にリンクがあります。概要欄は動画下のタイトルをタップしていただくと進むことができます。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方ぜひお願いします。そして動画を見る際にはぜひベルマークオンにしていただくと旬な情報をゲットできます。そしてサニベルではインスタグラムをやっています。主に旬な入荷情報をタイムリーに発信してますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた。